コリン作動薬は、アセチルコリンを模倣して、コリン作動性繊維に作用する薬物である。コリン作動薬には、ムスカリン作用とニコチン作用があるが、副交換神経作用薬としての働きは前者に相当する。代表的な薬物としては、受容体に直接作用するアセチルコリン、カルバコール、ムスカリンや、コリンエステラーゼを阻害するフィゾスチグミン、ネオスチグミンがある。 逆に、コリン作動性繊維を抑制する薬物は、抗コリン薬という。N、N、N トリメチルエタノールアンモニウムイオンの構造式アセチルコリンの構造式一般的に、コリンとは、N、N、N トリメチルエタノールアンモニウムカチオンを含む、様々な大音級アンモニウム塩を指す。コリンは、ほとんどの動物組織に存在し、 神経伝達物質であるアセチルコリンの主要な要素であり、イノシトールとともに、レシチンの基本成分として機能している。また、肝臓への脂肪の沈着を防ぎ、細胞内への脂肪の移動を容易にする。アセチルコリンを使って信号を送る副交換神経系は、ほとんどコリン作動性であると言われている。神経筋接合部、交換神経系の不前ニューロン、 全脳規定部、脳幹複合体なども、コリン作動性であり、エクリン感染の受容体も、コリン作動性である。サリンや、VX ガス等の一部の化学兵器、催涙ガス等の非殺傷性の暴動鎮圧剤、ダイアジノン等の殺虫剤などがこれに該当する。神経科学及び関連分野では、コリン作動性という用語は、以下の文脈で使用される。 コリンサ導薬の構造活性相関分子は、性の電荷を持つことができる、窒素原子を持っていなければならず、4級、アンモニウム塩であることが望ましい。最大の効力を得るためには、窒素上に置換されたアルキル元の大きさが、メチル元の大きさを超えないようにする。分子は、酸素原子、望ましくは、水素結合に酸化できるエステル性の酸素を持つべきで、ある。 酸素原子と窒素原子の間には、ちょうど二つの炭素ユニットが存在すべきである。窒素上には二つのメチル元の存在が必須である。より大きな第三の、アルキル元は許容されるが、二つ以上の大きな、アルキル元があると活性が失われる。分子の全体的な、大きさはあまり変えられない。分子が大きいと活性が低くなる。 ムスカリン受容体作動薬ムスカリン受容体は、自律神経系において抑制性シナプス後電位を担うほか、エクリン感染の神経支配、神経筋接合部の体制神経シナプス全膜、ローカルナーバスシステムのシナプス前後にも存在する。ニコチン受容体作動薬ニコチン受容体は、ニコチン性アセチルコリン受容体と呼ばれる受容体、イオンチャネルで、 自律神経系においても接互ニューロンの興奮性シナプスゴデニオになっている。直接型作動薬にコチン受容体やムスカリン受容体を作動させる。関節型作動薬関節型副交換神経作動薬は、可逆的コリンエステラーゼ阻害薬、不可逆的コリンエステラーゼ阻害薬、アセチルコリン放出促進物質、コアドレナリン薬のいずれかである。 高アドレナリン薬は喫抗するシステムである。交換神経系を抑制する。ありがとうございます。